コズの趣味部屋へようこそ。ちょっと髪かけた。今回ね、ご紹介するのは、こちら。バンと、バンと、はい。ワンピースからログボックスのワノ国編3、はい、が出ましたね。はい。こちらね、第1弾の方でね、ゾロ、開封しましたけれども、ちょっと残念な、感じだよね。だからね、第2弾は飛ばしたんですよ。第2弾はそもそもね、売ってんのを見かけなかったんですよね。売ってたら、ちょっとチョッパーだけ欲しかったんですけれどもね、チョッパーはすごい出来良さそうだったんで、で、その間にね、なんか第3弾が出ちゃったんで、買ってきました。ただね、これ1個しか買ってきてないんですよ。はい。で、今回ラインナップがね、こちらになりますね。はい。ルフィ。で、ゾロがいますね。ゾロ十郎。で、おでん。で、シャンクス。はい。この4ラインナップになるんですけれども、私の狙いはね、まあ、ゾロ十郎、これね、見た感じ、出来があんまり良くなさそうなんですよ。なので、私の狙いはね、シャンクスです。シャンクス狙いで1個だけ買ってきました。こう、重さをね、ちょっと見て、多分、ゾロ十郎とルフィは重いと思うんですよ。この4つの中で。で、おでんとシャンクスが同じぐらいの重さなんで、これちょっと微妙なんですよね。その中でも軽いやつをね、ちょっと選んできたんで、はい。そちらをね、一発、シャンクス狙いで開封したいと思います。では早速開封しちゃいましょう。はい。ちょっと汚くめくれちゃいましたけれども。はい。では、いきます。シャンクス狙い。頼む恋。おでんがね、ちょっと、自分的に、キャラ的にいらないんですよ。私の場合ね。なのでちょっとおでんだと一番外れなんだよな、この中だと。ちょっと頼む、シャンクス。せーの。よしよし、来たー。一発必中。シャンクス来た。一番軽いかもしれん、シャンクス。まあ、ゾロ十郎も、実物見てみないことにはわからないんだけど、なんかこのね、画像を見る限りだと、もう明らかに顔がなんかなーって感じなんですよね。よし、では早速。こちら開封してみましょう。はい。組み立て終わりました。はい。では見ていきましょう。こちら。いや、どうです？自分的にはね、パケーと同じだと思うんですよね。大差ないかなとは思うんですけれども。自分的にはありですね。やっぱりね、ちょっとね、パケを見た感じ、シャンクスが一番出来良さそうだなと思ったんで、大差ないかな。パケと。これは、シャンクスは当たりじゃないですかね。ただ、いかんせんめっちゃちっちゃいですね。袋これ真っ二つに切っちゃったけど、袋のこの長さで、この長さですから、ほんとね、この中に収まるぐらいなんですよ。袋がいかんせんでかかったね。そんぐらいちっちゃいですね。これ一番軽いわ。おでんはね、多分タッパがあるんで、やっぱりシャンクスはね、分かりやすいかもしれない。一番軽いわ。いや、いい。一発で当てれたのは良かったな。はい。まあ以上なんですけれども今回以上なんですよね。はい、まあ、とりあえずね最後は回転台座に乗せてね、お別れしたいと思います。一応ブラインドボックス系はね、まあ開封するドキドキハラハラ感があるんでね、好きな人もいると思って、1個だけでも開封しました。是非ねこれを見てよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はねブラインドなら何でも開封のコーナーとなりますそんなコーナーあったのかっていう話なんですけれども、今回ね、開封するのはこちら。私先日ね、映画を見てきました。それがねワイルドスピード。ワイルドスピードの最新作を見てきました。その時にね、グッズコーナーに置いてありましたこのミニ色紙全8種っていうのをね3つだけあったんですよ。なので3つだけ買ってきました。全8種ランダム封入なので、もうブラインド開封好きな方にはいいんじゃないでしょうか。まあ私のチャンネルではね車関係好きな人どんだけいるのかなっていう話なんですけれどもね、とりあえずブラインド開封が好きっていう人向けに今回はこれを開封していこうと思います。かくいう私もね、若かりし頃はね走り屋をやっておりました。走り屋というのはね今いるとは思うんですけれども、かなり絶滅危惧種になってきてますけれども、当時はね峠とかあと埠頭ですねに行ってドリフトをするっていうね。であと主にサーキット、に行ってドリっちゃうっていうね、走り屋のしかもチームを組んでいた時期がありました。なのでね車は大好きなんですよ。なのでワイルドスピードなんてめっちゃねドストライクな映画でめっちゃ面白かったですね。まあそういうね過去の話はさておき、早速こちら3枚ですがね開封していきたいと思います。一応ラインナップがね後ろにあります。かなりねおしゃれなね絵柄になってるんですよ全部。その中でも一番欲しいのはこれ、この柄がね一番欲しい。あとはねもう同じぐらい欲しい。なのでこれ外れないんですね今回ね。どれが来てもいい。とりあえずまあこれ狙いということでね開封していきたいと思います。では早速1枚目いきます。せーの。あ、でもこれもかっこいいな。これもデザインが秀逸だね。表面はマットですね。マットな感じ。裏は普通に色紙。いやこういうね車関係のねミニ色紙は初めてですね。発売していたことにも気づきませんでしたけどね、現地行って気づいて購入した感じなんで。いいね、やっぱおしゃれ。続いてね2枚目いきたいと思います。いきます。せーの。一番欲しいやつかと思ったらその隣のやつだね。これだね。これもいいね。外れがないんでね安心して開封はできてるんですがね。ということでね開封も早々にラストとなりました。ではラスト1枚。一番欲しいやつ来い。せーの。持ってますね。持ってますね、私ね。一番欲しいやつ来ましたね。やったね。やっぱいい。デザインがいい。まあでもね、あえて言うのはこういうラインナップの中にね、東京ドリフトでね、走ってた RX7FD ですね。ああいうのもラインナップ入れてほしかったな。日本車。GTR とか。もっとラインナップ欲しかったな。はい。ってな感じでしたね。まあ、あとね、ついでに紹介するとしたらね、まあ、ちょうどね、ガチャガチャのデパートっていうのがあって、もうガチャガチャがすっごいいっぱいあるんですよ。ガチャガチャ見てるだけで1日潰せそうなぐらいの量があるところなんですけれども、そこで一回ガチャったのがね、紡ぎ箱っていうね、まあこのチャンネルではないですけど、別のチャンネルの方でね紹介しちゃったんですけれども、まあそれの第2弾みたいな、のが発売されてたんでやってきたんですけれども、まあ、どういうのかっていうのをねお見せしたいと思います。はい、こういうやつですね。はい、めっちゃすごくないですか、作りが。まあ一応これはボールジョイントなんでね、稼働します。はい、まあただ一貫線ね、結構ね、もう外れるとね、一回外れるとつけるのがめんどくさいんでね、この固定ポーズのままにしてありますけれども、いやでもでかい。結構でかい。これ一回500円したんですけれどもね。はい、これは自立はしますね。かろうじてしますね。はい、ということでね、まあ、今回はね、ただ単にブラインド開封ということでね、ご紹介させていただきました。まあね、需要があればね、もう何でもブラインドは開封として動画に撮らせていただきたいと思います。ということでね、まあ、チャンネル登録していない方はね、是非チャンネル登録お願いいたします。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。